ラララララクトリュウヤクルトのスキンケア乳酸菌の力で弾むような潤いをララララアリフはサイン私らしく今日も行くラララララララクトリュウヤクルト こんにちはようこそお越しくださいました皆様こんにちは森高隆里ですこの度ヤクルトラクトデューのコマーシャルに出演することになりまして今日は楽しみに参りましたはい、皆さんよろしくお願いいたします そうですねあの撮影もすごく楽しくあの撮影することができましてあの本当にちょっとその前後コマーシャルをあの撮影する前後がお天気が大丈夫かなっていう時期だったのであのちょっと心配してたんですけれどもでもすごくあの当日晴れてあのハウススタジオみたいなところで撮影したんですけれどもすごくもう本当にあの風も 入ってきて、あの自然光もすごく素敵で、あの穏やかに撮影することができたのでとても楽しかったです。はい。そうですね。あのヤクル 自体はもう本当にちっちゃい時からよく飲ませていただいてましたしあの私の子供も大好きでちっちゃい頃はもう本当に毎日飲んでいたのであそのヤクルトのコマーシャルだと思ってすごく、はい、喜びましたけれども今回はあの化粧品ということで、えー、またなんか本当にすごく興味が湧きましたし。 お話いいただいて、まあ、やっぱり化粧品女性である以上化粧品のコマーシャルというのはすごく嬉しいなと思って、はい、喜びましたあの、まあ、やっぱりあの映像もそうですけれども歌もねすごくあの入ってくると思いますし「あのラクトデュー」っていう言葉も歌に入っているので皆さんに覚えていただきながらコ、はい、マーシャルも見ていただけるといいなと思って、はい、一緒に。 なってあの頑張ってて頑張歌いましたなんかこう帰る頃には皆さんが口ずさんでくださってると <laughs> そうですね、うん、あの本当にすごく覚えやすいので私もあのコマーシャルの,あの本当にこう収録っていうか歌のレコーディングの時終わった後ももうおうでずっとなんかあの自然に歌ってました <laughs>、はい、好きなフレーズといったら、はい、どのフレーズになるんでしょう そうですねでもやっぱりあの私らしく今日も行くっていうところがすごく自分にもぴったりだなって思って、はい、そこをなんかねそれぞれあの化粧品使っていただいて自分らしく私らしく使っていただけるといいなと思いながら、はい、歌いました最後にますます活躍し続ける森高さんにこれからの抱負をフリップに書いていただきましたので披露していただきましょう。 はい、さあ、それでは森高さんの抱負お願いいたします。はい。さあ、なんと書いていただいたんでしょうか？んあ、私らしく何事にもチャレンジしていきたい。<ー>コマーシャルソングのあの歌の中にも入っているように、私らしくっていう風にこう。あのあんまり意識しちゃうとね。ちょっと硬くなっちゃうかもしれないんですけれども。でも自分がしたいこととか。 あのうん、好きなこととかそういうのをこう頭の中に浮かべながらやあとはやりたいことを浮かべながらあ,のあとは何かこう、うんまあ、あの今の私としては何か与えられたことをあの躊躇するのではなくてあのチャレンジしていろんなことをあのまあ20代の頃みたいにあの勢いはないかもしれないんですけど、まあ、自分のペースで、うん、はい。 やっていければいいなと今思ってます。